イオンモールクワナは、三重県クワナ市に位置する、三重交通グループとイオンモール株式会社が管理、運営を行っている、ショッピングセンターで、旧マイカルが会社構成前に開発したマイカルタウンの一つである。1995年にマイカルクワナとして開業した。マイカルとイオンリテールの合併に伴い、2011年3月1日に、イオンクワナショッピングセンターに、 名称変更を実施し、2015年4月17日に、現名称に再度変更された。大山田地区開発の際、各となる商業施設として、マイカルグループと三重交通グループの参考、不動産によって建設され、1995年にマイカルクアナとして開業した商業施設である。開業当時、日本最大級のショッピングセンターであった。 三重交通グループが運営しており、各テナントとしてイオンが入居している。専門店街はイオンモールと開業当時からある参考不動産のアンク専門店街という名称の二つがある。その他、シネマコンプレックスのイオンシネマ、クワナやスポーツオーソリティ、東急ハンズなどが入居している。旧ワーナーマイカルシネマズクワナは三重県初のシネマコンプレックスであった。 日本経済新聞社が調査した2000年度の大型店舗売上ランキングでは、東海地方で15位に入ったが、近年では、愛知県、名古屋市や四日市市など近隣に、郊外型ショッピングセンターが増え、さらに、桑名駅に近い旧市街地内に、アピタ桑名店、桑名郡長島町にアウトレットモールの三井、アウトレットパークジャズドリーム長島、稲部郡東院町に、 同じ4グループの4モール当院が開業するなど、競合店が増えたことでかつてほどの勢いは見られない。一方で、ナムコプロデュースのフードテーマパーク、クワナラーメン街道を開業させ、さらに店舗の大規模な入れ替えを行うなど手こ入れを図っている。三重交通グループの運営であるためバスの便が充実している。1番街、2番街、3番街と建物自体が分かれており、 複雑な構造になっている。敷地内は坂があり、建物によって対応している木座橋が異なる。設計の基本デザインは、ジョン・ジャーディが手掛け、水平の外観をコンセプトにした。基本実施設計は、大林組、名古屋支店が担当し、ク名ナのタウンセンターを創造すること、郊外型の独自性と特徴を確立すること、通常資材、広報を用いて豊かな環境。 活気に満ちたコミュニティ環境を創出することの3点を目標に設計された。施行者は、大林、大成、日産、富島、大日本、日本土県、藤田 JV で1994年1月から1995年3月にかけて工事が行われた。一番街の店舗配置については、三重交通グループのアンク専門店街と、イオンモール専門店街に入居している。 専門店とイオンクワナ店が入り組んでおり、アンクとイオンモールでは実施するサービスイベント等が異なるため注意が必要である。2011年度から2012年度の初頭に大規模なリニューアルをしており、子供トイレなどを新設している。2011年3月にイオンクワナショッピングセンターに名称を変更し、2011年の5月から6月、 ゴロに看板が変わった際に一番外の屋上の看板はクアナはマイカルクアナ時代のものをそのまま使用したためイオンショッピングセンターであるがロゴの配色はマイカル時代のグリーンのままで店内のロゴも屋上看板のデザインに習っている。また他の旧マイカルタウンが基本的に看板のマイカル部分をイーンと変更しているだけであるのに対しあたり SC に関しては SC ロゴが新たに付けられている。ただ、2015年4月のリニューアルで、外装ロゴは、イアンモールに変更された。2015年4月17日に、イオンモールクアナに再度名称変更し、さらに開業以来最大のスケールでリボーンオンした。この改装で、東急ハンズが出店した他、の67店舗が新規、改装オープンされた。 旧マイカルタウンからイオンモールに変更された施設は今回が初めてとなった。それに先立つ2月1日には各店舗の一つであったクワナビブレの営業を終了した。なお、リニューアルの際に閉店したビブレと縮小したイオンクワナ店の直営売り場の跡地にイオンモール専門店街を新設してビブレのテナントをイオンモール専門店街が引き継いだ。ありがとうございます。